はい、今日も始まりましたライセンスライブの、まあ、一応2回目ということではあるんですけれども、はい、今回は、行政書士の吉崎静香先生を お迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。吉崎先生って普段呼ばないので、はい、普段通りの感じでいいですか。はい、はい、私も普段通りでお願いします。そうですね、そうですね、レオさんとか、レオ先生、先生って呼んだこと ないですよね。それかたまに静香ちゃんとか言ってもいいですか。いいですよ。カットカットで。早速なんですけど、はい、吉崎さんは仕事として金融絡みの手続きをやられてるっていうことで、行政書士の業務の中でも、うん、あんまりイメージが皆さんないところなんじゃないかなと、はい、具体的に金融関係の手続きって言った時に皆さんにお伝えするんだと、うん、何が分かりやすいんでしょうかね。分かりやすいか分からないんですけど、例えば、はいはい、今クラウドファンディング流行ってると思うんですけど、あれももし投資型いいなと思った会社に投資して、うん、リターンが返ってくるっていうものは、うん、金融商品取引業っていう登録が必要なんですね。登録なしでできるものと、うん、登録しないといけないものがあって、うんうん、そこを作る時にお手伝いをしたりとか、うん、金融庁さんに登録をするっていうお仕事が、まあ、行政書士っぽいかなと思うんですね、うんうん、例えば僕がクラウドファンディングやろうと思ったら、はい、キャンプファイヤーさんとか、うんうん、なんかレディフォーさんとか、はいはい、ああいうところでとりあえず登録してやろうかなと思うんですけど、はいはい、キャンプファイヤーさんとかで取らなければいけない許可、うん、そういうことですね。確かにそれはすごく身近というか、やられてる方もね非常に多かったりとかすると思うので、はいはい、それは手続き許可の名前ってな、うん、何になるは第2種金融商品取引業です。勝手なイメージで、はい、証券取引とかなんかそういう系の許認可が、はい、まあ、行政書士さんでも、うん、やってる方が何人かちらほらいるのかなっていう感じでイメージがあったんですけど、はい、クラウドファンディングとかそれこそなんか仮想通貨絡みとか、はい、そういうことをやられてる先生って、うん、僕あんまり行かないというか、仮想通貨は特に少ないですね、うんうん、ファンドのお手伝いする行政書士さんが数が少ないので、みんな仲良しなんですよね。なるほどなるほど、はい、でそのクラウドファンディングも、うん、結局はすごい有名な年金とかが何十億って投資するファンドと同じなんですよ、仕組みとしては。なので証券会社とか、うん、プロのファンドをやってる行政書士が、うん、クラウドファンディングもお手伝いが一緒にできるのでやっていて、そうすると自動的に仮想通貨で ICO したいんだよねとか、トークンで出資したいんだよねとか言われて、はいはいはい、何ですかそれっていう話からこう勉強を常に重ねて仮想通貨もやっていってるんですね。なるほど。ほとんど仮想通貨やってる人も証券やってる行政書士さんですね、うんうん、じゃあもう行政書士の中でも結構やられてる方が限られてるから、はい、そのネットワークっていうのがあるわけですね、はい、ありますね、はい、金融関係でやってるってやっぱ知る限りこの人とこの人とこの人みたいな感じが、ね、はい、しますもんね。人材としてはまだまだ足りない感じがしますか。全く足りないですね、はい、そうですよね。結構行政書士さんでも登録して、はい、すぐの方だと、まあ、イメージが、例えば建設業の許可とか、はい、まあ、もちろん仕事いっぱいあるんですけど、うん、あとはなんか相続業務だとか、はい、そういったところに割となんかこう行きがちではあるんですけど、そうですね、もっと仕事があるとめちゃくちゃありますぜひ来てほしいです。ちょっと言っていいですか。ぜひぜひ。すいません、はいはい、今ねその金融のファンドの組成とかやってると、うん、はい、自動的にそういう会社さんって、うん、すごくコンプライアンスの体制強化が求められていて、あ、なるほど、うん、でガバナンス体制の強化っていうのも全部やるんですね、うんうん、結局は登録をするためには会社の社内規則とか全部作って、うん、会社の設計図を我々がこうご提案するんですよ、うん、まあ、そこも面白いし、かつその仕事やってると今すごいなんかガバナンスガバナンス言われてるじゃないですか、うんうん、金融の会社以外にもガバナンス整えたいっていうお仕事が、なるほど、すごくたくさん増えてるんですよ。ちょっと本当に人に来ていただきたくて確かに確かにこの分野に、はい、うんうん、ガバナンス強化っていうと多分おそらく行政書士の方のイメージはあんまりない
感じで、どっちかというと弁護士の先生のイメージが強いのかなと思ったんですけど、はいはい、今2つあって、その前段階で言うと、私も弁護士さんと組んでね、一緒にお仕事すること多いんですけど、弁護士さんはそんなこう各会社さんのこう細かい社内規則全部作るなんて私たちにはできませんって逆に言われるので、そこは行政書士が作って、重要なところにその弁護士さんにチェックをしてもらう機能を入れ込むっていうのが、あのちょうどいいバランス取れてると思うんですよね。じゃあそういったところも含めて、もうまだまだ人手が足りないというか、そうですね、はい、やる必要があるということですね。面白い業界だと思いますよ。ちょっと話変わっちゃうんですけど、はい、ちょうど今週あの、ペイペイの、 あの100億、はい、ばらまきキャンペーンと言っていいのか分かりませんが、はい、100億のあのキャンペーンが一瞬で10日間ぐらいでなんかもう終わっちゃうみたいな、ね、感じだったと思うんですけれども、どうでしょうね、あのキャッシュレスなんていうのが、日本でも、日本ちょっとね後発的な感じはしますけれども、来年あたりはもうがっつりキャッシュレスの時代になるんじゃないかっていう感じがするんですけど、その辺もなんかちょっと関わることってありますか？はい、やってます。あ、なるほどなるほど、はい、例えばどういうところを？例えば人から人にお金が移動するっていうのは、あの銀行法であるとか、資金決済法であるとか、っていう実は許認可が絡んでるんですね。ですので、特にもう数年前から皆さんね、スマートモバイルとか、パスモとスイカ使って支払いとかされてると思うんですけど、本当はというか、あの資金決済法の許可を取ってる会社さんがこう元にいて、利用者さんは特にね、あの意識されないと思うんですけど、全て許認可が絡んでるんですよ。僕も本当現金持たなくなってきて。そうですよね。そうなんですよね、はい、いやこの間ももう財布ごともう忘れてて、もうスマホ持ってればもうタクシー乗っても何でも行けるじゃないですか、行けますね、で感じで行ったら、なんかちょうどその日あの周りで使えるお店が全くなくて、しかも原宿ですよ、やってる店がもう全部キャッシュレスのが使えない感じだったんですよね、はいはい、しょうがないんで、たまたま一緒にあの副業代だった、あの他の会社のメンバーと、本当は僕がおごんなきゃいけない日だったのに、ごめん俺現金持ってないっつって怒ってもらって、待ってた実は狙ってたんじゃないですか、キャッシュレス詐欺みたいな、はいはい、そうですねまあでも本当に現金持たなくてもね、まあいいような世の中になりそうだなっていう感じはしてるんですけど、そうですね。ペイペイ使いました？ちなみにペイペイ実は使ってないんですよ。あ、使ってないんですか？はい、ちょっとごめんなさい。あ、いえいえ。LINE PAYはどうですか？今ね、やってないんですよ。なるほどなるほど。あのなんかキャンペーン自体って、結構いいキャンペーンの仕方だったなって個人的には思っているんですけど、私の周りもだいぶあれでそういうのに疎い人たちまで割とダウンロードしたじゃないですか、はい、あれって何が効いたんでしょう？あれはもう単純に 20% キャッシュバックじゃないですか、ってことですかね、はい、私の友人ももう大盛り上がりで、絶対やった方がいいよって言われて、今日やろうと思った日に終了っていうニュースを見ちゃって。なるほど、はい、でもその次の日のタイミングから LINE PAY で 20% 還元やり始めましたよね。はいはい、うまいなと思いながらですね、うまいですね、考えてた、はい、なんだろうなって感じがしますけども、まあなんかそういう広告の方法とかも含めて、割と中国系のあの、アリババさんとかのやってる広告の戦略をそのまま踏襲してるような、もう10年以上前に、その山田さん、山田信也さんかな、があの本でも書かれてたんですけど、100人に1人無料ですって、あれめちゃくちゃ上手っていうやってた時、あれって実は 1% ずつ全員キャッシュこうディスカウントしてるだけなんですよね、でも100人に1人無料ってなんか嬉しいっていうところで、そうなんですよね、はい、だから、あの上手な広告手法ですよね、そうですよね、いや戦略としてはすごくいいなっていう感じですよね、あれで100億そうか、 20% 還元で100億使わせたってことは、まあ売上で言ったら500億経ってるっていう、まあそういうことですことですよね、はい、まあ経済効果も、まあ10日で500億だったら、まあまあそこそこっていう、そうですね、感じなんでしょうか、そしてあのやっぱ広告費って使うか使わないかわからないものにやっぱ100億ぐらいすぐかけちゃうじゃないですか、だったら逆にその5倍の自分たち使ってもらって還元っていう方が絶対、いや絶対いいですよ ね、 いいですよね。そんな吉崎さんに、漠然としてはいるんですけど、その一応これライセンスライブっていうことで、吉崎さんにとって、今このお仕事をやるにあたって、一番こう大事にしているもの、価値観といいますか、それって何かっていうのを教えていただくことって可能ですか？
はい。なんかその一言じゃなくても、はい、文章的なあれでもいいです。あ、書くんですね。はい、はい、はい。ああ、資格業っぽくないですけど大丈夫ですか？全然いいです。全然いいです。はい。はい。傾聴。傾聴です。なるほど。うん、その心は。その心は。はい、お客様が私たちに何かこうご相談いただけるときって何かもちろんやりたいことがあるわけですよね。でそこで例えば先ほどのじゃあ仮想通貨交換業やりたいんですっておっしゃってくることがほとんどなんですけど、でもよく話を聞いてみたら仮想通貨交換業の登録取らなくてももっと簡単にもっと早くもっと大きなイノベーションを起こせることって多いんですよ。ですので何かその資格に絡むような、うん、その許認可が欲しいんだって言われたところで、それはあくまでもお客様はそのプロじゃないので、それを分からずご自身で一生懸命調べていらっしゃってると、それをそのまま鵜呑みにして、あの許可を取ることが私たちの仕事ではないと思ってるんですね。ですのでお客様がやりたいことを、あの実現するための、サポーターの一人ということで、はい、お客様のやりたいことの真実を見抜く力を磨きたいなと思ってるんですけど、ちょっとかっこつけましたかね。かっこつけすぎましたね。いやでも大事ですね。そう、本当そうですよね。お客さんに言われたものをそのまんまこう、なんつうんですかね、あのやることではなくてですね、本当に多分やりたいビジネスの形っていうのを、で結構僕なんか特に、あの今の法律だと、それに当たる許可がないってことが結構あ、そうですね、あるじゃないですか、多分吉田さんもそういうのはあるんじゃないかなと思うんですけど、そういう時にじゃあその3年後日本こういう許可が出てくるかもしれないとか、そういうのも少し見越しつつ、そうですね、まあ、現状の法律の中だと、まあ、こういうスキームでやりながら段階的にこうやって、まあ、多分法律も改正されていくだろうからっていうので、一緒にこう歩んでいくようなイメージですかね。そうですね、はい、おっしゃる通りですね。じゃあそんな中、あの、1月の14日に、レックの新宿エルタワー本校でですね、イベントをちょっとやりまして、そこにちょっと吉崎さんにも来ていただいてご講演いただこうかなというふうに思っているんですけど、まだそういえばあのタイトル伝えてなかったですよね。昨日決めてませんその講演会の、あのイベントのタイトルを昨日、僕が決めたんですよ。はい、であの1月の14日にですね、あの、新宿エルタワー本校さんでやらせていただくタイトルがこれなんですね。行政書士未来投資戦略会議2019ということで、新しいことをやってる感が出るかなという、タイトルではありますけれども、一応ね、行政書士の方でも、結構その吉崎さんもそうですけども、少し特殊な業務といいますか、割と先端領域のことをやってる、あの企業さんの許認可手続きとかサポートをやってる方を中心に、お呼びしてやるっていう、なかなかあの聞けない話が多いんじゃないかなと思うんですけども、4、5人の方に登壇していただいてやろうかなというふうに思っておりますので、ぜひこれ誰でも来れる企画なので、これを見られた方は1月14日新宿エルタワー本校にですねお越しいただいて、あとは多分全国 の、 あの本校さんでも中継をやるということなので、まあ、中継の方で、聞いていただいても結構ですけれども、会場に来ると、我々と直接話せるっていうのも非常にいいんじゃないかなと、まあ、多分その後飲みにも行きますしね、そこにもぜひ来ていただければなというそんな勝手なこと言ってますけどもね、ということで、しゃべり足りないことはどうでしょうか。いっぱいあると思うんですけど、いっぱいあるのでこの日にぶつけます。なるほど、うまいですね、じゃあこの日にぶつけていただいてということで、ちなみに吉崎さんは、中野で飲むことってありますか？実はないんですけど。ないですよね、今日この後お連れしますんで楽しみにしてます。ということで、じゃあ今回は、あのゲストで、吉崎さんを お呼びして、ちょっとライセンスライブの方をやらせていただきました。じゃあまた次回ですね、お会いしましょう。ありがとうございました。